エリス・レジー・ナ・カルバール・リコスタはブラジルの歌手。1960年代から1970年代にかけてブラジルで最も人気のある女性シンガーであった。彼女のボーカルは心躍らせる歌声と優れた抑揚を持ち合わせており、特にアップテンポなナンバーに卓越していた。フラカー・オやピメンチーニャといった愛称で呼ばれた。ポルト・アレグレで生まれ、 11歳の時にラジオ、ホールオーピル派の子供向けラジオ番組で、歌手としてのキャリアをスタートさせた。1959年にはラジオがウッシャと契約して、翌年には、リオデジャネイロへ赴き、彼女の最初の LP である、ビバエーブロトーランディアを録音する。1965年には、彼女が初めて受けた歌謡コンテストで、エドロボトビニシュスジモライスの、アハスタンを歌い、優勝する。 二枚目の LP である、ドゥアナ・ボッサは、ジャイール・ロドリゲスと共演版で、ブラジル国内のレコード売り上げ記録を更新した。1960年代の後期から1970年代の初頭にかけて、ジルベルト・ジジュなどのミュージシャンたちと共にレコーディングを行ったりして、トロピカリア運動の普及に貢献。1974年には、アントニオ・カルロス・ジョビンとのコラボレーション作品である、アルバム、 エリストムを発表。このアルバムを最も優れたボサノバアルバムの一つ、そしてこのアルバムに収録されたジョビン作の3月の水を最も優れたボサノバ曲の一つであると考える人も多い。彼女はまたミルトン・ナシメントやジョアン・ボスコ、シコブ・アルキ、ジョルジ・ベニア、カエター・ノ・ベローゾとも共演作品をレコーディングした。エリスは 彼女と同世代のブラジルのミュージシャンたちを迫害し、追放していた当時のブラジルの軍事政権を時々批判することがあった。1969年のインタビューでは、ブラジルはゴリラに支配されているという見解を述べたこともあった。彼女は人気があったゆえに牢獄に入れられることはなかったが、それでも圧力を受け、やむを得ず、スタジアムのショーで、 ブラジル国家を歌わされることになり、左翼的思想の人々から反感を買うことになる。1982年にコカイン中毒とアルコール中毒によって死去。36歳没。現在、彼女はサンパウロのモルンビ墓地に葬られている。その短いキャリアの中で数々のトップセラーを記録した。なお、数止とめの夫であるホナルド・ボスコリとの間に息子、 ジョアン・マルセロ・ボスコリがおり、ミュージシャンとして活動している。また二人目の夫である、セザール・カマルゴ・マリアーノとの娘であるマリア・ヒタも、同じく歌手となり、2004年にファーストアルバム、マリア・ヒタをリリースしている。これは、彼女の故郷ブラジルで、プラチナムディスクとなり、二つのラテンの音楽賞を受賞した。ありがとうございます。